先日部屋を片付けていたら、1978年10月、昭和53年、豪さんとダイヤ改正の時刻表が出てきました。はーい、電気クラブです。今日は1978年の時刻表を見ながら、時刻表に出てくる列車を N ゲージで懐かしく振り返ってみようと思います。髪がだいぶ変色していますね。40年以上の歴史を感じます。これは東海道本線東京型の下り列車のページです。伊豆に行く急行が多いですね。今では急行列車は全滅してしまいましたが、この頃はまだまだたくさん走っていますね。臨時便を入れると10往復近くあった急行伊豆に加えて、急行東海、急行御殿場の名前があります。特急天城もすでに登場していますね。まず開いたのは北海道。函館から函館本線、室蘭本線、千歳線を経由して札幌に向かうページです。特急大空1号、列車番号が 1D。 これは当時の北海道の花形列車であったことを意味しています。函館駅を4時45分の釧路行き、釧路には15時2分着、つまり北の大地を10時間も走り続ける特急なんです。朝の4時45分、何なのこの時間はって感じですよね。実はこれ東京からダイヤがつながっていたんです。特急20狩11号が東北本線経由で上野を15時30分発、青森には0時13分着になっていますが、そのちょっと前にも特急みちのくが常磐線経由で上野14時48分発、青森23時50分着という北海道連絡特急が設定されていたんです。そこから青函連絡船で0時35分から4時25分まで約4時間かけて函館に渡り、函館から乗り継ぐ設定だったのが4時45分発の大空1号と4時50分発の北海という2つの特急列車だったというわけです。再び道内のページに戻ってみますと、大空1号と北海がここに並んでいます。で、大空の方は長万部を通過して東屋、東室蘭、登別、苫小牧に泊まって8時54分に札幌に着くんですけど、これが大空1号ですが、山線区間なので長万部を通過するところから札幌までは他線経由になっています。北海が掲載されています。くっちゃん、小樽に泊まって札幌で、大空の方は札幌から再び函館本線の時刻表に戻ってきます。ここでちょっと整理してみましょうか。特急大空1号釧路行きは函館本線、室蘭本線、千歳線を経由して函館を4時45分発、長万部は通過して東屋6時41分、東室蘭7時13分、登別7時28分、苫小牧7時57分、札幌8時54分に到着します。函館札幌間4時間9分、函館東屋間を約2時間、無停車というダイヤが組まれていました。特急北海旭川行きは函館本線を経由します。函館を大空より5分遅れの4時50分に出発します。長万部に6時19分、ここから函館本線の山線区間を走って、くっちゃんには7時41分、そして小樽には8時41分、札幌に9時15分に到着するダイヤです。札幌着は大空より約20分遅れての到着になります。函館札幌間4時間25分、長万部くっちゃん間は1時間22分無停車というダイヤでした。ちなみに現在の JR 北海道の特
急北斗は函館札幌間を海線経由で3時間40分で走っています。札幌から岩見沢、滝川で、滝川から根室本線に入ったんですね。今のように石勝線はまだなかった時代です。ですからものすごく時間がかかったんですね。札幌には8時54分に着いて9時発、大空の場合ここで進行方向が変わりますので、ちょっと停車時間も長いですね。あ、関係ないですね。北海は進行方向変わりませんけど、札幌には5分も止まっていました。そして北海は旭川行き、大空は途中滝川から根室本線に入って釧路に向かいます。次は364ページです。はい、ここにありますね、大空1号。ここが滝川なんですが、この当時って富良野も止まんなかったんですね。それから今は全ての列車が止まる新徳にも止まりません。滝川の次は帯広まで止まらなかったんです。帯広を出ると池田に止まって釧路まで走破しました。滝川を10時6分に出ると帯広に12時56分に着くまで2時間50分をノンストップで走行するのがすごいですね。とはいえ単線ですから、列車交換などの際に運転停車はあったんでしょうけど、すっごいダイヤです。同じ大空でも大空3号の方は富良野と新徳に止まる代わりに池田が通過になっていて、帯広釧路間がノンストップ運転になっていました。この帯広釧路間もちょうど2時間、途中で運転停車があったかどうかは分かりませんが、すごいダイヤですよね。札幌から先も整理してみましょうか。特急大空1号釧路行きは函館本線、根室本線を経由しました。札幌を9時ちょうど出発、岩見沢9時33分、滝川10時4分、帯広12時56分、池田13時19分、終点釧路には15時2分着というダイヤでした。札幌釧路間は6時間2分、途中滝川帯広間で2時間50分も無停車というダイヤが組まれていました。特急北海旭川行きの方は函館本線をそのまま旭川へ向かいました。札幌を大空より20分遅れの9時20分発、岩見沢に9時54分、滝川10時25分、深川10時42分、終点の旭川には11時5分に到着するダイヤでした。札幌旭川間1時間45分、北海はそのまま函館本線を直通して旭川まで運転しました。釧路から先の根室本線です。特急大空1号の釧路着が15時2分なので、それに連絡して根室に向かう急行列車の設定がありました。急行のサップ3号根室行き、釧路15時30分、厚岸16時22分、車内16時44分、浜中16時54分、アットコ17時11分、終点根室に17時55分という設定でした。釧路根室間2時間25分、キハ56系の2両編成で運転されました。キハ56系急行のサップ3号です。こちらがキハ56系急行機動車で、カリカチ、スズラン、ソーヤなどの道内急行列車に使われていました。ちなみに最盛期の特急スーパー大空は全列車札幌始発石勝線経由で札幌釧路間を約4時間で走っています。また現在の特急カムイは全列車電車になって札幌旭川間を約1時間25分で走っています。特急大空、1978年には3往復走っていました。この時代はまだキハ82系が頑張っていたんです。この2年後、1980年には大馬力エンジンのキハ183系が登場しますので、
ラストランが近かったんですね。こちらはキハ82系大空を保管している収納箱です。雪にまみれたキハ82の写真が雰囲気を盛り上げてくれます。例によって加藤のブックケースを12両入りに仕切って活用しています。製品ももちろん加藤製の最近のものです。収納箱の箱の蓋裏には函館駅に停車中のキハ82系の写真を拝借してきています。こちらが加藤から2005年にフルリニューアルされたキハ82系です。買ったのは白鳥編成が先なのでもう少し後かもしれません。例によって収納箱は自己流で12両収納用に作り替えていますが、この作例は全ての仕切りにシチレンボードを使っています。以前動画で作り方をご紹介した最新式の画用紙活用型になるのはこの後です。2005年フルリニューアルされたキハ82のお顔にはジャンパー線パーツが設定されていませんでした。ですからこの時代には自分でジャンパー線パーツを調達して取り付け加工をしていたんです。なかなかうまくできたと満足しているんです。その後トミックスもキハ82系を発売しましたが、僕は加藤の走行性能に昔から惚れ込んでいますので、うちは加藤です。例によって電吉クラブの基本となるウェザリング加工も登場時仕様の白鳥よりはかなりきつめに施してあります。車両編成のページを見てみましょう。大空1号、前3両が札幌切り離しの車両で全部で13両編成だったんです。僕の場合収納箱が12両用なので札幌切り離し車両を1両省略してこの2両が札幌展開の車両としています。ここの先頭車から中間の10号車の先頭車までの速動車を含む7両がキハ82の基本編成になっています。キハ82は速動車付きだと7両編成が基本編成。あ、失礼しました。速動車の位置が違っていました。速動車はグリーン車キロの隣に連結されていました。この3号車のキハ82は札幌から釧路へ向かう編成のしんがりを務めることになるんです。これがグリーン車キロ80、そして速動車騎士80、それから中間車キハ80が3両あってキハ82となるんです。中間に封じ込めの先頭車、そしてまたここにキロが挟まってキハと連結されていました。札幌から先頭に立つキハ82がこちらですが、連結機周りのジャンパー線など先ほどと同様に作り込んでみました。いかがなものでしょうか。電吉おじさんはもう一つ白鳥の編成がありますので、実物同様13両で走らせたいときは白鳥から1両を借りてきてここに入れますと時刻表通りの編成を組むことができます。加藤のキハ82系、箱から出して並べてみました。電吉仕様としてはディーゼルカーらしく汚すですかね。屋根上に排気口がこことここにあるんです。こことここですね。排気口周辺からだんだんすすけていくんです。大空の場合は当時の北海道のキハ82の写真を見るとかなり真っ黒けの屋根上をしているんです。ただ模型では真っ黒にしてしまうと異様に汚く見えてしまうので、ところどころに銀色が見える程度に汚しています。ディーゼルカーでは1両1両増結できますので、増結のされ方によって汚れ方もバラバラで、比較的綺麗な車両がいたりかなり汚れが進んでいる車両がいたりと、
ウェザリングの仕方も楽しめるんです。ウェザリング大好き。キア82の場合、ここの機械室のところにラジエーターがあって、自社含め3両分の冷房や照明用のエンジンを持っていました。キシ80は自社の調理用、冷房用の電源がありましたので、電気容量的に1、2、3、4、5、6、7両編成が限界だったんです。そうすると、ここに2両増結するためにはやはりここにキア82が1両必要なんです。そうやって長編成にしていたんです。つまり両先頭にキア82がいて、全て中間車で10両編成みたいなスマートな編成は組めなかったんです。北海道のキア82系、時刻表から追いかけてみました。この後1両1両もうちょっとお付き合いくださいね。こちらはキハ80です。キハ82の中間普通座席車で、床下に180馬力の DMH17 型エンジンを2機搭載していました。1台はこちらの台車、もう1台はこちらの台車を駆動しました。つまり1両が360馬力、特急用の大馬力エンジンの開発が間に合わなかったので、その時点で無難な選択をしたのですが、特急車としては非力でした。ましてキア82とかキシ80は走行用に1エンジンしか使えないので、編成全体としてはパワー不足は否めませんでした。こちらはキロ80というグリーン車です。この車両も床下に2機の走行用エンジンを装備しています。電車ではグリーン車を音の静かな付随車にする傾向がありますが、ディーゼル特急ではエンジン全開で力走したんです。ここの屋根上に出っ張っているのは水タンクです。本来なら床下に装備したいところですが、スペースが取れなかったようです。続きまして、キシ80、キハ82系の食堂車です。この食堂車にも2機のエンジンがありますが、1機は発電用のエンジンで、食堂車1両分の各種電源を賄いました。水タンクは車内に置かれたんです。食堂車の客室部分はこちらですが、窓から白いテーブルが見えますでしょうか。僕の場合、テーブルクロスをマットホワイト、椅子はグリーン系で塗装して窓から見える雰囲気を盛り上げています。最後に両先頭のキハ82をご覧いただきながらお別れになります。キハ82は優美なデザインであると当時大人気だったんです。この先頭車のジャンパー線が同じように整備したつもりですけど、出来栄えが相互に若干違って見えるんです。仕方ないですね。さてキア82ですが、この車両も床下には2機のエンジンを搭載してみました。走行用と発電用です。そのため走行性能としては不満がありましたが、発電用のエンジン1機には3両分の発電能力がありました。今日は1978年の時刻表から北海道の特急大空を追いかけてみました。これからもいろいろな企画を考えて、それに自分が集めた鉄道車両たちを絡めながらお話をしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントなどいただけると嬉しいです。またお目にかかりましょう。